グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。AG ・アルクマールは、現地時間26日に行われたオラ、ダ・エールディビジ第7節の試合で、ゴア・ド・イーグルスと対戦し、ホームでゴ、レの勝ちを収めた。 DF 歓迎優勢は絶妙なクロスとする。すでにアシストを記録するなどの活躍で対象、貢献している。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し、世中、過去数年は安定して上位の好成績を収む、敵たエジーだが、今季は開幕から1勝4敗特選。3連敗、でかいに沈んでいたが、 この試合では鬱憤をラス解消を飾ることに成功した。右 SB として2連続で先発した菅原もその対象に大きく貢ぎ、まずは前半4分相手ボールを奪った菅原が元、苦前戦の FW エヴァンゲロスパブリディスへパスを送り、そこからラストパスを受けた FW スパーカールソンが先制点を挙げる。 続い、29分には菅原が絶妙なクロスで、追加点を足と、右サイドのスペースでボールを受けると、いすました右足クロスを、ゴール前に送り、MF だ、デオイトが、頭で叩きつけて、ネットを揺らした。83分に、PK で3点目を加えた後、86分には、再びカンのアシストから4点目のゴールが生まれる。自打ち。 右サイドでのボールダッシュから一気に前線のスルーパスを供給し抜け出した FW ザカリアアブフラルが GK との1対1を冷静に沈めたアディヨナルタイムにも5点目を加えた AG は会心の位置を今後の上位浮上につなげていきたいところ次ページ動画感元入勢絶妙にアシストなど3号ルに絡んだ活躍がこちら